ここで少し選手の皆さんにお話を伺いたいと思います。まずは石川選手からお願いします。内野で見たら ごめんスイッチが、はい、それでは石川選手、この感謝でいかがでしたか？そうですね、今年は本当にこういうコロナがあって、なかなかこう開催できるかどうかという中で、今日もたくさんの皆様にこう足を運んでいただき、そしてファン感謝デーを開催することができて、すごく良かったです。楽しかったですか？ありがとうございます。僕らもファン感謝デーというのは一つのシーズンの区切りという意味ではすごく楽しみにしました。今日も寒かったですけど天気が良くて良かったです。ありがとうございました。さあ、それでは